さてクッス、はい、すごい前になるけども、私のいじり方になるまでの話をしましたね。美容室ロケ行っちゃいますよとか言ってたよね。本当に来ちゃってる。本当に来ちゃってるんですか。もうずいぶん前に来ちゃってたのよ。ずっと放送されてなかったの。この髪型になるまでを一部始終、本当に朝来ちゃって何人ぐらいで来るのかなと思ったら、はい、1人しか来ないです。2020年の初めの頃です。初めの頃ですね、うん、はい、ちょっと見てみましょう。イジリーカット、はい、約1ヶ月で1センチちょい伸びるのを切るまでです。そうそうそう。おはようございます。今日ですね、美容院にやってきまして、これもう、カットした後に見えるでしょ。でもカットした後じゃないんですか、これ。これが俺にとってのロン毛だから。これがロン毛なんですか。これすごい伸びちゃった、これがもう最高。うわ、伸びてんな。1ヶ月1センチ伸びるんですか。1センチちょい伸びる。いいですね。帽子もうまく入らないし、1ヶ月で1センチ減っていく感じですもん、これ。じゃあどのように、はい、いじりかとなるかご覧ください。あ、これが美容院なんですか。はい、よろしくお願いします。あ、これが鈴木さん。あ、これが鈴木さん。はい、女性です。女性の。結構伸びてる感じなんですか。これ大丈夫ですか。もう長いですよね。目にかかっちゃう。あ、長いですね、これでやっぱり。長い。ここでメガネ取ったでしょ。取りましたね。美容師さん行ったら、はい、やってる最中、はい、ずっと寝てます。はい。ではシャンプー入らせていただきます。はい、足元気をつけてください。はい。彼は若手でね、はい、俺はいつも目つぶってるか分かんないけど、はい、あんなビニールみたいなのを首にしてるんだね。あの多分水が飛んでも弾くやつですよね。あっ、はい、もうこれで誰かを。おお、なるほど。こんな太いんだ。俺すごく細いのかと思った。ああ、これ洗ってるんですか。もう髪の毛洗うなんて自分のないじゃん。おお、イジリーカットが濡れてるの初めて見ましたよ。おーおーおー、すげえ。では2回に分けてシャンプーしていきます。こうなってイジリーさんがカットが終わったらもう一度ないます。わかんないです。わかんないです。普通におじさんだ。耳たぶの大きなおじさんだ。なんでこれじゃ。あ、なんかあのわざと面白くしてんな。いやいや、あちょこんって。あんな立てて。ちょっと待って、遊んでんじゃないかよ。そんなお話しないですもんね。あんまお話しない。そう、あ、いや、でも会話してますよ。そうですね、スタッフの人が声かけてるから。今2年、丸々2年って感じで。あ、2年いるんですか。次で3年目って感じ。3年目ですよ。ベテラン。知らなかった。知らないですよ。1年くらいかと思った。1年12回行ってんのに知らないんですか。もう怖い方でした。全然怖いとは思ってなくて。うん、なんだ、オーラとかがありますよね。オーラなんかないよ。彼のがオーラある。オーラありますね、これ。彼のがもうスターじゃん。インパクトがすごいですね、彼。さすがですね。今年50。あれ、今年50。何これ。ちょっと待って、これ何これ。これいいっすね、今の。みんなにやってるのが聞きたいよ。そうですね。こっからも寝ますよ。え、でも話しかけられちゃったんだよな、スタッフの方に。だから寝ない。こうやって、あ、これチョコンね。チョコンって どこを切ってるんですか。これ前ですか。これ前髪こう上げて、ここのチョコンは、はい、これをカットしないと割れちゃうんですよ。前言ってましたよね。だからそれを割れないようにこうなるために、あそこまず最初にやってもらうんです。すごい。これよく局のメイクさんに言われるのが、イジリさんの髪型って簡単なように見えて、カットされる方すごい技術がないとできないですよってよく言われる。でもこれ全然、なんかこの水平保つのに別にこうや水平だって切ってないのよ。簡単にこう切ってんだね。もう感覚でいっちゃうんだね。あ、これ手持ちカメラに。あ、もうもみあげ上がってるでしょ。全然思ってますよ。あ、すごい。最初は短くして後ろないの。気持ち悪いね。あ、気持ち悪い、気持ち悪い。あ、気持ち悪い。すごい気持ち悪い、俺。これ後ろだけ伸ばしてたらもっと気持ち悪くなるんだね。まだ鈴木さんに5分遅れますってね。そう。5分でも連絡いただける。そう、美容院さんに、はい、中央線ってたまに遅れるから、中央線の中で中野過ぎたあたりにこれ間に合わないなって言うと、3分遅れますとか5分遅れますっていうメールをするの。でも鈴木さんは前のお客さんやってるから一切連絡が来ないからすごい不安で、で吉祥寺着いたあたりにゆっくり大丈夫ですよっていうのを確認して、あ、大丈夫なんだけど、だいたい30秒前ぐらいに入るからぴったりですねって言われて。さすがイジリさん。心配性だからね。心配性ですね。美容院みたいな感じじゃないんですけど、映画館みたいなんですけど。そう、おしゃれね。おしゃれですよね。だから前も言ったようにこっち側サイド
女性が多いから、はい、なるべく本当に目立たないにしたいんだけど、これ目立つ髪型だね。お客様すいません、本当にここにいらっしゃってる女性の方、イジリーと同じ美容室だって言いたくないと思うし、あったらちょっと嫌だなと思う方、だいたい平日の11時ぐらいに行ってますんで、その時間を避けてくだされば会いませんから、お願いします。いや逆にイジリーさんのファンは来ちゃうじゃないですか。いや来ない来ない、いないから。いないですか本当に。うん、俺のファンは神奈月さんしかいない。はぁ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 、おぉおぉ、森さん寝ましたかね、喋れなくなって。森さん寝ましたよね。あ、すごい短くなったよね。いや全然違いますよ。だって眉毛のちょっと下ぐらいまで、うんうん、あった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 んですよ。さらにいくんだ。いやめっちゃいってますね。おぉ、さらにさらに調整入ってますよ。めちゃくちゃえ、結構切ってますよこれだって。違うと思う。あ、なんか来た、これじゃない、眉カット行くのかな。眉カットやってんのかってことですね。まぶたのこういうとこもカットしてくれてんだ。あ、こうやってんだ、知らなかった。眉毛のが慎重だな。2本か1本すごい伸びちゃう眉毛があるの。はい、それをじゃあカットしてもらって。正直な話ね、はい、これこれ眉カット、はい、ハサミを入れてるのって6回ぐらいだと思ってたの、はい、こんなにしてやっぱ寝てんだね。いや寝てますよね。ありがたいよ。すごいですね、やってますよ。ここでメガネをで見て、あ、なるほどと、いいですかって後ろも見て洗い流します。いや、もう眠そう。いや眠そうですよ。本当は寝たかったのに、ここに来ちゃうから、みんなが来ちゃうからダメなんですよ。スタッフの方来ちゃうから話、本当は寝たかったよ。ここからまたマッサージ、マッサージ、マッサージです。ヘッドスパですね。じゃあがマッサージをね、はい、ああ、そうそう、いいっすね、こういうのもあって。その西さんってね、はい、マッサージもしてくれた西さんがめちゃくちゃうまいから。うまいんですか。もうで力すごい強かったから、それを受け継いで、はい、指がなんかねすごい鋭利に入ってくる、ね、なんかめちゃくちゃ動いてますよ、小刻みに。彼と最初出会った頃とマッサージの仕方変わってきてるから、はい、そこは多分もう別居したんじゃないですか。そうだと思います、はい、お疲れ様でした。でドライヤーになります。ドライヤー当てて、はいはい、美容院さんだからドライヤー結構時間かけて丁寧にやりますけど、はい、ドライヤー1分で乾くから。あ、早いですね。あ、ごめん、くすのが早かったね。いや俺ドライヤーいらない。ドライヤーいらないね、いらないね。いや自然乾燥です。そうか。クッスーのさ、はい、アメリカで3年さ、ジャパニーズレストランで、ジャパニーズレストラン働いた時、働いた、はい、アメリカの写真見せてもらったらふさふさだったね。そうですよ、びっくりする髪ありますけど、本当に、うん、その時の写真がこちら。これ乾かした後にもう一回調整入ります。最後乾いた時に髪の毛って、はい、癖とかもあったりとかして長さがずれちゃったりとかするので、はい、乾いた状態をそれで切ってるんですね。ずっと疑問だったんですよ。俺ねこっちかこっちね、どっちかテンパー入ってる、ちょっとクニュンってなる時があるんだって、はい、うちのお袋と弟はテンパーなのよ。俺ストレートで唯一ここにお袋からここだけもらってるんです。そこにじゃあ来てるんですね、うん、なんか、うん、あーもうなくなった、ほら全然気持ち悪くないわ、いや綺麗に揃ってますね。できた、できましたね、メガネを。これでこれで確認するわけですか。はい、確認をしてやっと見えました。今日もイジリーカットありがとうございます、はい、1ヶ月頑張りますって誓う時です。これ一番今が一番いい綺麗な状態です。あそこでお会計をして予約はこっちのカウンター。あ、こっち予約カウンターなんですね。そうなんです。あ、すごいですねこれ入り口のところ。でまずここで約1ヶ月後でまだ仕事がどうか知らないから分かんないですね。それを一応マネージャーさんにこの後美容院入ります。仕事入ればずらしてくれるんで。あ、はい、いいですね。もう終わります。終わりますね。もうはい、このエレベーターの5階までお見送りしてくれるっていう。すごいですね。すいません。どうも、気をつけて帰ってください。すいません、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。これエレベーターの乗りますよね、まあ、恥ずかしい話ね、はい、美容院今日行きますと、美容院さん行きます。で1階にエレベーター乗って、1階から5階の間に帽子を取ってさすって1ヶ月間ありがとうって言うの、はいはい、誰にも言ったことなかったけど、俺とテレビのカメラの前とかモノマネの現場とかに立ってくれた髪の毛に感謝をするのが1階から5階の。この1ヶ月どれだけ緊張してきた仕事とか修羅場を一緒にくぐり抜けてきてくれた髪の毛とさよならするわけじゃん。センチメンタルでしょ俺。乙女、乙女、これがいじりカットでしたよ。めちゃくちゃ楽しかったです。複数と同じ、もう初見ですから。思ったでしょ、来た時は長い、全然違いました長さが。長いでしょ、はい、で終わったらやっぱり
短くなる。特に後ろが、特に後ろが伸びると気持ち悪いってことがわかる。さあということで、はい、イジリーカットできるまでを見ていただきました。はいはい、もしイジリー岡田と同じ髪型になりたいんだというアイドルファンの男性の方いたら、吉祥寺のファーストさんというところなんで、鈴木さんしかこの髪型カットできませんので、指名で鈴木さんでお願いいたします。ありがとうございます。はい、今日は一切アイドルの話しませんでしたけども、またね、これは楽しかったです。じゃあ今後もじゃあ、まあ、私の針治療とかそれじゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。